はい、それでですね、今回のビーザシフトなんですけども、本当に、いろんなテーマでやっておりまして、このステージ自体は17時までやっております。16時からは特設セッションということで、渋谷区長の長谷部健さんもいらっしゃったりもしますので、またここに来ていただければと思います。アステ東京全体のこちらの出店の時間も17時となっております。野外ステージ、もうちょっと進んでいただくと左手にある野外ステージの方だけちょっとそこまでやっていきます。はい、それでは、始めていきたいと思いますが、13時30分から人類の存亡にかかる生物多様性の危機ということで、今回は4人のゲストをお迎えして、いきたいと思います。まずゲストの方のお名前だけ僕の方から紹介させてもらってですね、すぐに、案内役の健太さんにマイクを渡したいと思います。それではまずですね、4人のゲストの方、お一人目、古澤幸雄さん、国学院大学教授でございます。そして、伊藤博隆さん、自然環境副協会でございます。はい、新井森人さん、CSO PS シートでございます。そして、雅子さん、国連生物多様性の10年市民ネットワークでございます。よろしくお願いします。はい、それではですね、案内役の小川先生にマイクを渡します。どうも皆さん、こんにちは。やはり素晴らしい季節で、またこのアースデーは豊かな、このちょっと深刻なテーマ、これからは生物多様性と言いにくいですけども、生物多様性ということを一つの切り口にして、地球環境問題、アースデーの、狙いというか、私たちがどういうことに直面しているのかという点と、あとやっぱりそれに対してどういうアクション、何してたらいいんだろうなというふうに思う方も、あるいはいろいろと心を見られる方もいらっしゃると思うんですけども、今日はその中で種のテーマとか、あと幅広く今日坂田さんのこれからコントリオール、今度は生物多様性条約の本部がカナダのモントロールからですけども、これから夜行便で出発する直前にちょっとここへ駆けつけていただいて、そして忙しいんですけども、いろいろな、多様性の巡り、いろいろな世界のこととか、あと地元ではいろいろと高尾山で自然を守るというのを抑えてますので、そういうローカルな話からグローバルな話まで、そして私たちの食べるもの、実はそれはもう生物の多様性に直結しているわけですね。でその直結している生物の私たちの命の源、種を守ることが、実は生物多様性に非常に重要な、役割というか、ここにあるので、そこをずっと、一番の人にやられたことになると思います。またその、田んぼや畑を養う、実は源は、自然の大きな自然なんですけれども、森の豊かさ、やっぱり大きな太陽の恵みをまずは引き受けて、エネルギーを摂取する生き物たちの懐というか、住みかをつけて森の住みか、その森も非常に非常に、大切な、私たちは里山という中で昔から、森の付き合いしているわけですけど、森の暮らしをどうするのかという形で課題提供していくわけです。あと多少だと生物多様性のバッジとか肉とかもうだいぶなくなってしまったんですけど、もしない方は前に来ていただくとありますので、お届けください。もう少しちょっとインプロダクションで暗くて見えにくいんですけど、ちょっと見えにくいかな、見えにくいかもしれない。これはですね、なんか 円が描いてあって、真ん中に実は地球があるんです。で、その地球の周りをぐるぐる回って、そしてずっと大きな円があって、そして周りに写真があるんです。いろんな生き物たちの写真を地球が見ています。これは何かというと、昔は生物の授業ですか、理科の勉強で、系統樹っていう生き物の
枝分かれをして今のたくさん今、まあ、あの数百万種といわれてますけどまだ分からないのでもしかしたら数千万種で多様な生物がたくさんいるんですけどそれが最初の地球での生き物が、誕生した後にいろいろと枝分かれして長い年月たってて今のこの地球に多様に広がっている、さまざまな生き物たちの姿を一つ模式的に表したものです、まあ、これはイギリスの、こういう環境教育の団体が作ったもので、命の木、私たちの命を支えるスペインの木をこういうふうにして、まあ、これは私はエコロジーという、ね、言葉で言いますけど、エコロジーマンダラ、マンダラってありますね、私たちの宇宙を全部表す。で、実は生物の世界が実はマンダラになっているという非常に素晴らしい絵があるんですけども、まあ、これはライフ、トゥリーオブライフっていうちょっと検索していただくと、この絵が出てきます。また映像なんかもあります。まあ、こういう形でやっと私たちは今、生きている世界が、どういう世界かということで、実は人間だけが生きているだけじゃない。サーチケンに野菜セットプレゼントしますよ。大紹介です。なんか長い道のりがあって、そしてなんかずっと立ち上がってるやつがありますけど、これは人類が歩みを表した長い長い時間の中で、一番敏感に人の顔が見えますけども、いわば大繁栄、人類の大地球上で豊かな生活を作ってるわけですけども、その中でエネルギーの消費とかですね、いろんなことあるんですけど、この地球環境の中で、この私たちの活動自身が、実はいろんなバランスを欠いている、そういう問題を少し広げて、この後のセッションでは全部が気候変動のテーマがありますけれども、実は気候変動も含めて、気候を作っているこのアースでのテーマになっている、地球というシステムそのものが、生き物との共お互いの相互作用で、そしてバランス、温度、循環が保たれています。そういうことを、やっと私たちは宇宙から地球を見ることで、認識するようになったし、また今日も最初の方のセッションでイントロダクションになったと思うんですけども、宇宙から地球を見た姿の地球そのものが実は一つのいろんな生き物たちの、集合体なんですけども、それがまたバランスを作って一つの生命体として存在しているという、これはガイアというギリシャ神話の女神の名前を取って、地球の母なる地球のもとを、ガイアの姿だという仮説を立てた、ラブロックさんという方が NASA で研究された方がいるんですけども、つまりはこの地球生命体全体が、地球そのものの気候あるいは太陽ですね、今だんだん気候温度がこの後にありますけども、今もう大体1度ぐらい上がってきて、なんとか2度ぐらい上がるのを抑えようというふうに決めてるんですけども、皆さんどうですか、体温が36度ですよね、大体ね。これ今1度上がってます。で、もうすぐ2度に上がります。で、何もしないと4度、5度上がります。地球のシステムがだんだん崩れてくる。自分の体がだんだん崩れ始めてきてるということと、同じく気候変動でも起きてるし、それとさっきと見せましたけど、その生物のバランスを作っている、いろんなバランスが崩れてくる。宇宙船地球網というガイアという話とともによく言われているのは、スペースシップアース、これも今日の最初のイントロダクションでテトラさんから出てくるんですけども、私たちは一種の地球という宇宙船に住んでいて、その宇宙船の構成員、それがどんどん今絶滅、大量絶滅していく、そういう姿の中で一体どうしたらいいんだろうという、そういうことを私たち自身に警告を発し、またそれに対して、今日は今晩ですね、カナダにいますけども、生物多様性条約という条約を作ってどう守れるのかという大きな話、だけど、足元からそれを、ね、どう守っていくかというところがとても大事なので、その足元からの取り組みと、その国連を両方つなげたいなということで、短い時間なんですけども、非常に駆け足になりますが、第一線で活躍している、取り組みから。話を、じゃあ最初に佐川さんから、すみません、忙しい、これから
カナダ行くときにちょっとこちらに乗って早く、はい、ありがとうございます。初めまして、坂田正子と申します。東京の高尾山に、高尾山の山の麓で暮らしています。で、先ほどね、古澤さんからいろいろお話がありましたけれども、皆さん生物多様性とかって聞くとよく言われるんですけど、絶滅危惧種の話ですねって言われちゃうんですね。皆さんどうですか、生物多様性って言われるとなんか絶滅危惧種とか生き物の話だなって思われると思うんですよ。でも実際はその生物多様性っていうのは、その生き物とか生物の理科の話ではないっていうことを、ぜひぜひ今日は皆さんに知ってもらいたい。もうすごく単純にイメージしてほしいんです。何か生き物が一つ絶滅すると、それを掴んだり食べたりする、私たちの文化も同時に消えます。例えば私は地方、地域で琵琶湖とかもよく行くんですけれども、琵琶湖の農家さんと協力していろんなことをやってまして、琵琶湖は日本で一番大きな湖なんですけれども、どん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 生き物が減ってしまったんですね、後半して。そうすると、例えば琵琶湖にはニゴロブナっていうフナがいるんですよ。で、昔はその辺のおばあちゃんたちはみんなフナ寿司をつけて食べてた。一軒一軒、漬物は一軒一軒味が違うように、琵琶湖の周辺の人たちは一軒一軒味が違うものをフナ寿司をつけて。だけど今若い人はフナ寿司って高級料理で食べたことない。つまり生き物が減っていく、あるいは絶滅するものを、それを使ったり食べたりする、私たちの文化も多様性を失っていくっていう、すごいこれはとても怖いこと。つまり日本中どこに行っても同じような風景、どこに行っても同じような風景っていう文化に、ちょっとでも今もそんな感じがしますよね。そういう風になってるんじゃんっていうことが、どうなんだろう。つまり私たちの生活と、密着に、密着密接にこうくっついてるわけです。そもそも今ね、古澤さんがこれ見せてくださ見えないと思うんですけれども、多分地球はですね、今初めての体験をしてるわけですよ。いろんなこう生命がおそらくミトコンドリアが生まれ誕生してから、地球はいろんな生き物がこう生きては絶滅し消えていったと思うんですけれども、おそらく初めて大気の成分まで変えちゃうような生き物に出会ってると思うんです。それは私たち、つまりその CO2 であれ何であれ、すごいスピードで瞬く間に他の生物を絶滅させ、それから空気中の成分の割合まで変えちゃう生物っていうのは、多分地球上に初めて誕生したんじゃないかなと。植物はね、そういうのはありますけれども、今こう動物としてはそうだと思います。で、そう考えると何か影響を与えてるのも私たちの暮らし。でもそこで生き物が減っていく、例えば琵琶湖の例投げたり、そうなっていって影響を受けるのも私たち。つまりそういう、今までだとこういう環境運動とか生物多様性っていうと、人間は、人間と自然をこう切り離して考えます。でも生物多様性っていうのは、直接的間接的にさまざまな生き物たちが関わり合いながら暮らしている、あるいは存在しているということを生物多様性というふうに言うので、その中に私たち人も入れるという考え方なんですね。だから私たちが与えている影響、それから与えられてしまう、先ほど一度気温が上がってどうなるのか、二度になるとどうなっちゃう、四度ほどどうなっちゃうっていう話も、それは私たちが直接受けるわけですね。で、本当に文化っていうことで言うとですね、今地域に、生物多様性地域戦略を作ろうと、いろんなローカルを回っていろんな人たちと話をします。で、皆さんも、聞いたことあると思うんですよ。2050年になると日本の人口は8000万になっちゃって、それから自治体の半分は消えるって聞いたことありませんか。なんかニュースでね、大きく取り上げられてましたよね。で、非常に地域っていうのは、これまではよく皆さんも経験あると思います。旅行に行く、遊びに行く、そうすると私たちから見たらものすごく自然が豊かなのに、そこに住んでらっしゃる方がよくこんな何にもないところに来たねって言われたことないですけど、ありますよね、必ずありますよね。何もないと思って、自然がある、行
コールそれは何もないというふうに思ってしまう。これいつからこうなっちゃったんだろうと思うわけですよ。で実はすごい豊かな宝を持ってて、それを活用した暮らしとか、それから経済の在り方とかっていうことを考える、そういうヒントが、森とか川とか海とかたくさんあるのに、それは何もないっていうふうに。で何もないから何か引っ張ってこなきゃってなるわけですよ。じゃあ工場を呼んでこよう、何呼んでこよう、でもこんな田舎はもう工場も企業も来てくれない、もうじゃあ原発しかないって極端な話になるとそういうふうになってしまう。それが地域の活性化っていうふうになってきてしまいましたが、今地域に行くとだいぶ変わってきました。もう東京のようになろうとは思わんのですね。あの漁師さんなんかがよく言うんですよ。あの川とかね、自然っていうのはみんな使わなくなると途端にダメになるよ。川の水を飲まなくなったら駅でゴミ捨てよ。山使わなくなったらもう誰も山狩りとも気にしない。つまり使わなくなるっていうことがすごく恐ろしいことです。で、実は調べたんですけれども、大正時代に、職業の種類がちょっとびっくりするんですけど3万5000種あったんですね。で今どれぐらいだと思います？今の職業何種類ぐらい？半分ぐらい。他はご意見ありませんか？大正の、ね、結構終わり頃です。3万5000種どうですか？はい、実はですね、2000種ちょっとしかないです、みんなサラリーマンサラリーマンって変な英語ですよね。給料持って帰る人何の仕事してますかっていうと、僕はこんなものを作ってます、あるいは農業でこんなことをしてますとか、僕の会社ではこんなことをやってますじゃなくて、私はサラリーマンですみたいになっちゃってると思うんですけど、でもそれはともかく職業の種類が2000ちょっとしかない。これはいろんな使うものが減っている、あるいは資源とか人間が関わってそれを使って仕事としていくっていうようなことが、そういう対象が激減してるんですね。竹を編む人、釣り竿を作る人、ね、釣り竿1本でも釣り竿を作る若い人さんから針を作る職人、いろんな仕事があったわけです。そういうものが全部消えていったっていうのが今の状態なんですね。つまり地方で今そういうものを見直そうというような動きが起きています。で、この前魚沼市に、時間がちょっと心配ですけど残り少ない魚沼市に行ってきたんですけれども、魚沼はものすごく温泉が豊かなんですね。温泉だらけ、素晴らしいところ。そこの温泉街のおっちゃんたちがもうどうしていいかわからないって連絡が来たんですよ。で、何って聞いたら、その公共事業でダムを作ってものすごい人が来て、で温泉街がすごいこう風俗店も入れてすごい世界で、もうブハーフだと。だけど公共事業が終わってガーッといなくなっちゃうと、もう何にもスナック今1軒しかなくなっちゃうんです。何十軒で、でも豊かな恵みである温泉は今も湧き続けているわけです。で おっさんたちはふと思ったわけですよ。なんか間違ってたんじゃないか俺らは。で、この豊かな温泉を生かす、つまり地球の恵みですね、湧き出ている、この自然の恵み、生物再生の世界では生態系サービスというふうに言いますけれども、自然の恵みを実は本当に大事にして持続可能に生かして、そうやって、暇暇をかけて本当に経済とか暮らしっていうのを変えていかなきゃいけないじゃないですか。ですごいいろんな話をして、ワークショップをして、その行政も、それから温泉街のご主人たちも、環境団体も、一般の市民もお母さんもみんなで議論するんです。でそこで出てきた言葉が、自然っていうのは、まあ、観光資源でもあり自分たちの健康のためでもありって考えた時に、魚沼市は天然のホスピタルです、私たちはそういうところに暮らしてますっていう言葉が出てきたんです。だいたい地方は変わってました。で、まあ、これからもう時間がないので、また後でお話しできればと思いますけど、一方で世界はどうなんだろうって同じようなことも思います。だから生物多様性条約っていうところでは生き物の保護とか保全の話ももちろんしますだけど、伝統的な知恵の減少とか生産と消費とか、そういうことも議題になるんです。
今度あの12月にメキシコのカンクンで COP13 っていう生物多様性条約の会議があるんですけど、そこで、重要な議題としては、生物多様性と健康、それから生物多様性と観光、それから農業、第一次産業で農業ほか第一次産業で生物多様性ということを主流化していかなきゃいけないんじゃないか、つまりそういうことを意識した仕事のあり方ということをもっとこうどう進めていったらいいのかということを、まあ、世界で話し合おう、いろんな提案を出し合おう、決めていこうということなんですね。なのでこうグローバルの問題意識とローカルの問題意識、特にローカルはまだ分かるけどグローバルってなるとなんか雲の上のような話で何だか分からんって思うと思うんですけど、みんなねもう全世界で同じようなことが起きています。どこの先進諸国もみんなもう免疫力は低下して、つまり、最後に時間がないのでちょっとだけ健康のことに絡めて言いますけれども、今もう世界中で先進諸国の人たちの体が免疫力の低下っていうのは大変な問題になっています。でこれ皆さん分かりますよね、花粉症とかアトピーとか、あのもう今や子供があの給食で間違えてアレルゲンが入ってるのを食べたら死んでしまうほどのアレルゲンなんです。なんでなんですか。で世界が生物多様性にあふれてるだけではなくて、実は私たちの体の中もものすごい多様性、生き物が、ね、100兆個の 細胞と30兆ぐらいの、特に 60%、70% が腸内細菌で、そこに生き物が生きてる、私たちの体内も多様性なんだと。で私たちはどうやってその多様性を入れてるのかというと、皮膚からと消化器官から環境から生き物生物を入れるしかないわけです。この2つしかない。そうすると子供たちが土を握って口に入れてお母さんに汚いダメよとか言って言われたりでもいろんなものを口に入れる、ね、バイキンとか言っちゃいますけど、そうやっていろんな菌を体内に入れて体内の多様性は私たちの質を確保している。でも東京は人工皮膚って言いますけど 80% がアスファルトとかです。子供たちは学校の運動場でも土触れません、草も触れません、虫も触れません。どうやっていろんな菌を体内に入れたらいいのか、当然免疫力どんどん低下するわけです。っていうふうに何かこう絶滅危惧種あるいは生き物が私たちの周りからどんどん姿を消していくっていうことが、実はそうやって私たちが体に帰ってきている。で今私たちはそのことにこう生き物がかわいそうとか、あの生き物を大事にしようとか地球に優しくとかってだけではどうももう一歩踏み込んだ何かがいるんじゃないか。暮らし方とか体の在り方とかコミュニケーションとか、つまりワールドシフトって多分そういうことだと思うんですけれども、生物多様性っていうのは私は、人間が他者とどう付き合うか、つまり人間同士だけじゃなくてさまざまな生き物とどう付き合うかっていう根本だと思います。最後に、ガンジーがね、ガンジーがその国の生き物の扱われ方を見るとその国民の、道徳感がよく分かるっていうことは言ってましたけど、まさにその通りだと思います。まあ、またこの後時間オーバーしちゃったんで、続けて話したいと思いますが、多分あの、ね、もうちょっとここ来たいっていうのはあると思うので、ちょっと時間あれば回しますので質問してください。あの最後の方にね、あの今度の対立条約の中の一つの鍵が農業だという話がありましたけれども、私の食べてるもの一体何だろう、食べてるものの一番のコアになってるものは何か、その命の源について、種に、実は、私の健康、世界の平和もつながってるんだという活動をされています。お願いします。ビースシードの話です。ビースシードでは大体2つの活動の軸があって、1つはやっぱり国際的なウクライナ級の、CBD や ITP や種の調達という、あとは場所での、あのロビーイングとかですね。もう1つは地域 の、 あの千葉の羽鳥市に行くんですけども、ここに今先生がちょっと直してくださっているこの辺の写真は稲の多様性を守っている種取り田んぼという、僕らがやっている種の、田んぼの写真なんですけども、まあ、そういう、今日はだから特に、実践の場所、地域での種取り田んぼ
でも種取りの営みっていう場所から発言したいと思います。それで、種の危機について語ってくださいというのが最初の、宿題だったんです。ところが種を取ってる人間にとっては種の危機っていうその言葉自体があまりピンとこないというのがあって、でその社会的には種の危機、生物多様性の危機が言われている。ところが現場的にはちょっと違う感覚を持っている。このギャップは何だろうというところからいろいろ考えてきました。それで、自分でいろいろ考えた挙句ですね、こういう宣言でちょっとまとめてみたんですよ。種の危機はない、ただ種取りという営みの危機があるだけです。みんなが種取りすれば平和が来るっていう、宣言なんですけど、で、じゃあどういうことだよっていう話を、これからします。でまず種の危機って、ここで言ってる種が何なのかってことをちょっとはっきりさせておきたいんですけども、栽培作物の種の話です。野生種の自然に生えてる種の話ではないです。でこれはもう存在論的に全く別物なんで、まずこれを押さえてください。で、皆さん、じゃあ種の危機という巷に流れている情報をいろいろネットなんかで、ご存知だと思うんですけど、ここでお聞きしたいんですが、種は物ですか、それとも命ですか。物だと思う人、命だと思う人、多いですね。手を挙げてない人います。じゃあこういうふうに聞いてみましょう。種は文化ですか、それとも自然ですか。文化だと思う人、はい、じゃあ自然だと思う人。なんでこういう質問をしたかというとですね、今日したいお話はその種というものを単体で捉える、単体で捉えると生命か物かとか文化とか自然かっていうお話になってしまうんですよ。で今日したいお話は種単体じゃなくて、種とそれを取っている人、もしくは食べている人、そういう人々との関係性の中で種を捉えようという話です。でその時に見えてくるのは、種っていうのは単体ではなく、まず文化と自然で言えばですね、文化と自然のハイブリッド、両方なんですね。でこの辺をまず理解していただきたいんで、ちょっと話をします。そもそもですね、じゃあ種ってなんだよ、じゃあそもそも種と人の関わりってどうなんだよってところを、僕は稲が専門なんで稲の話でさせていただきますが、縄文時代に稲は日本へ入ってきました。でこれは今大体その遺伝子の、プラントオパールっていうその、種の化石みたいなのですね、これを調べて分かってきたんですね。ということはまず稲というのは日本にとっては外来種なんです。で生物多様性文脈でいうと外来種というのはちょっと怖いんじゃない、ザリガニとか日本固有のものを、やっつけちゃうと思うかもしれませんけど、稲は外来種です。で、縄文人が持ってきたわけですが、その縄文人は、民衆みたいな仕事をしてたんじゃないかと。要は農業というよりもその狩猟採集、何でも食べるためには何でもやる、そういう人たちが焼き畑的な、水田じゃなくて焼き畑的な、稲作をやっていたんだろうという、仮説ですから、ね、そういうことが言われている。で非常に面白いなと思うのは、縄文人はその自分たちが持ってきた種、これは熱帯ジャポニカ種で非常に背が高かったりする、今の稲品種の方ちょっと別物なんですけど、これもそうですね、これはそんな背は高くないんですけど、赤米の種なんですが、そういう縄文、熱帯ジャポニカ種っていうんですよ。でその後温帯ジャポニカ種っていうまた別のルートからというか、いろんな種が入ってくるんですね。でその時に縄文人が何をしたかというと、掛け合わせているんです。一つの田んぼの中で違う
熱帯ジャポニカと温帯ジャポニカを掛け合わせて和製品種っていうのを作ったの。これはあの現代的にあの実験されてそれが証明されてるんですけど、要はですね、交配をさせて、日本には野生の稲なかったんですよ。だから海外から、まあ、海外というか外から入ってきた稲を掛け合わせてどんどん新しい品種を作り出していくんですよ。でそれによって和製品種だったり他の地域で対応できる品種を生み出して北上していったんです。だいたい九州あたりからこう入ってきてるんですけど、北上していって縄文の後期にはすでに青森まで稲が北上していた。これは世界的に見ても最も北上、その当時北上してたパターンなんですよ。この縄文人の人たちが掛け合わせて新しい品種を作って種を取ってでまた稲と共に移動してきたっていう、僕はその営みにすごくこうなんですかね、インスパイアされたんです。でこれがまあ種取りの原点で、あと3分だとまだ100分の1ぐらいしかしないと。要はですね、人と種というのはそういうふうに延々と種取りということをしながら営みを続けてきたわけですよ。で今危機があるとすれば、これがですね、明治以降、まあ、分業化したんです。農業とその都市に住む人、田舎と都市分業して、ほとんどの人が種を取らなくなったってことは、その種との関係性っていうのが失われたんですよ。すでにまあ明治以降100年ぐらいの時間をかけてもかなり失われました。でもまだ行きたいってはいないから、僕はそこにはもう全然大丈夫だと思います。ここにいる人たちが種を取れば大丈夫です。別に農業を始める必要もないんですよ。農耕といって自給自足でいいんですよ。ベランダの庭で種を取るだけ。ただ種との関わりを持つっていうことがすごい大事なんですね。でそのじゃあ種との関わりっていうことで、もうちょっとだけ時間越してもしゃべっちゃうんですけど、これが、一昨年やった51品種の種取ったんです。で手前の方から、古い品種が上がってて、奥の方は塩の農林地方とか比較的新しい品種なんです。で僕はこれ時間のマトリックスって呼んでました。で51種類で日本語のアイウェイを書き付けを合わせた名前があるというふうに並んでます。でなんでこれ時間のマトリックス、またはこの田んぼ、この種取りという営みにおいてものすごい豊かさを感じれる、なんでこんなに幸せになれるのかということをちょっと話したいというのは、縄文時代から来ている稲です。つまり縄文時代から誰かが毎年毎年取ってきたその歴史がまずあるんです。でその歴史の厚みっていうのをまずイメージ感じる。で同時にこのまあ自分が生きてる時間と稲の1年の時間、その命の中の営みの移ろいっていうのがあるんです。種をまあ、それで例えばここ赤い色が出てますけど、ある日いきなり赤い色が田んぼの中にボンと出るわけです。そういう色だったり景色の移ろい、時間の移ろいの中で、稲の生育だったり、生態系全体との関わりっていうのを感じる。その豊かさ。もう一つは太陽から植物たちが光合成するためにいろんな光の情報を受けている。それで太陽の光の長さとか温度の積算で花を咲かすタイミングで、人間は人間で桜の花が咲けば種を植える、種をまく、そういう要するに時間のタイミングの連鎖、そういうものが今ここっていう瞬間に太陽、地球、人、植物、それで作業みたいなものの中に延々と流れていくんですよ。僕はそれを時間の生態系と呼んだんですけど、これはまあ記号論的に、流れていくんですけど、そういう豊かさを感じれる。だからまとめますと、種
種の危機っていう単体の危機が問題なんじゃなくて、種と人の営み、特に種取りっていう営みを守っていかなきゃいけない、継続していかなきゃいけない、未来の子孫に向けてこの文化遺産と言える種の営みを守っていかなきゃいけないということです。で、生徒さんのお話に戻りますが、実はトップ10の時にボリビアだったと思うんですけども、最終日の、決議の直前にですね、異議を申し立てたんですよ。ちょっと待って、どうしてもこれだけやりますか、時間だけ伸びました。で、それはどういうことかというと、資源を持っているのは、まあ、ネイティブの人たち、ただ自分たちはその世界観みたいな枠組みを西洋近代のから、まあ、生まれたステープスの妖精というのはそうですね、そういうものと完全に共有はしてないよ、自分たちは違う世界観があるから、そのまあ ADS っていう、どういうふうに分配するかね、そういう決議だったんですけど、それに対して自分たちは異議を唱える、ただ皆さんの邪魔はしないと、みんなで進めてきたことなんで邪魔はしないけど、この意義を記録しといてくださいということを言いました。で、僕はその会議の中でこれが一番ね、印象に残ったんですよ。で、次の年だったら、ボリビアはパチャママ宣言、パチャママ法みたいなものを国内に作って、要するに母なる地球の権利っていうものを前面に押し出したんですよ。で、その中には遺伝子組み換えの種は受け入れないとか、放射能の汚染みたいなものは受け入れないということが入っています。だから生物多様性っていう文脈はとても重要で、今その種の権利、農民の権利みたいなことを考える、分配のことを考えるすごい大事なんですけど、生物多様性の文脈っていうのは割と西洋近代のことだから、文化、自然とか主観、客観っていうものがはっきりと純粋に分けろよっていう、そういう哲学が来てるんですよ。でも僕らのリアリティ、特に日本人のリアリティはさっき言ったように文化と自然のハイブリッドじゃないの、種は。で、この文化と自然の間に出来事、人と関係する、人と種が関係する、そういうことだったり言葉だったりみたいなものが生まれてるんじゃないかと。それから、まあ、自然科学の場合は主観客観を純粋に分けてやっていこうとするわけですけれども、これは主観が一人称で客観がまあ三人称だとすれば、ここに抜け落ちてるのはあなたっていう他者が抜け落ちてます。僕はその不思議の他者って書いてますけど、種とのこういう重要な他者としての関係、いわば中枢みたいなものをまた大事にしてくれるかなと。ありがとうございました。まだまだ本当序の口で1分の1ぐらい100分かもしれません。まあ、またチャンスがあるので、新年度でも一回コミュニケーションというか、レスポンスが変化するので、そういう命の、まあ、種を通して感じるし、国の法律でもそういうものを、ちゃんと国の基本にしようというところもあるんですけど、残念ながらなかなか日本はそこのところの動きが、まだ、国民も含めて、弱いと思うんですけども、ただ比較的長い歴史の中で私たちは、自然との付き合いでも里山というか雑木林というか、そういう流れの中でも認識しているんです。その雑木林、森の恵みが実は田んぼや畑や、農業の営みにつながっている。そのあたりも今度は森の話でちょっとお話ししたいと思います。結構さこんにちは、自然環境研究会の伊藤と申します。今こちらの、冊子の方を配っていただいておりますけれども、こちらの活動をしております。で、里山という言葉が出たんですけれども、例えば今里山とかですね、そういったところで、保全の活動、雑木林を下草刈りしたりとかですね、間伐したりとか、そういう里山の保全の活動したことある方ってどのぐらいいらっしゃいますか？あまりいらっしゃる、2割ぐらいですね。行ったことはないけど興味あるって方どのくらいいらっしゃいますか？行ってみたいなとか興味あるって人、そんなに来ない。ありがとうございます。で、今ですね、まあ、日本
本各地にそういう里山の保全の団体をやっている団体がまあ1万とか以上あるとも言われておりますが、農業と話と一緒でですね、そういった団体の多くは平均年齢70後半とかですね、非常に高齢化しているという状況があります。で、なかなかですね、その地域の自然を守るというのは地域の人じゃないと分かりませんので、その地域の保全団体というのはずっと続いていかないと困るんですけれども、まあ、そういった感じで非常に高齢化してなかなか新しい人が入ってこないと、このままいくと地域の保全団体がなくなっちゃうぞというところがですね、かなり危機かなというところがありまして、で、まあ、一方では鉄腕ダッシュっていう番組がもう20年ぐらい続いておりまして、あの番組が TOKIO 20年やっても最初若かったのにみんなおっさんになってきてるというそういう状況になるほど、まあ、長寿番組になっているわけですよね。ということは、まあ、ああいうのやりたいと思っている人いるんだけど、じゃあどこでやったらいいか分かんないっていう人が多分非常にたくさんいるのかなと思います。そこでやってるのがこちらのレンジャーズプロジェクトという取り組みなんですけども、まあ、なかなかですね、地域の団体さんにしてみると新しい若い人来てほしいんだけどっていう気持ちは強いんですけど、なかなかその来てくれないと、仮に来ても1回だけ来て帰っちゃうんです、二度と来ないというパターンがよくあって、で一方でその若い人々も、そういう里山行ってみたいとかって思ってるんだけど、じゃあどこ行きゃいいのと、でなんかあのおじさんばっかとかおじいちゃんばっかりでなかなか行きにくいなと思ってる人が、まあ、多分いらっしゃって、まあ、そこをつなごうっていうのがこれの活動です。で今ですね、その登録している人が2300人ほどいまして、年間60回600人ほどあの地域のそういう活動団体に派遣をしております。で、まあ、その意味というのは、その地域の活動の団体の人にしてみれば、まあ、若い人が来てくれて非常に力になってくれるという部分と、まあ、あと若い人にしてみるとなかなかそういう行きにくいところにまあ気軽に行けると、で、まあ、そういう活動の意味とかも実際に自分で体験してやることで、まあ、将来そういう活動にもっと深く関わってみようかなという人が増えればいいなということでやっています。で、こちらの冊子、ちなみにこちら表紙がですね、これ全部レンジャーズのところですけど、この左上のやつ、これ鎌倉ですね。で、まあ、ほとんどですね、毎週のようにやってますので、ゴールデンウィーク中も鎌倉中央公園というところなんですけども、5月5日にやります。まだ募集してますので、うちのホームページ見てもらえれば参加できます。で、この下に、左下にある写真ですね、これどこかっていうと板橋区のマンションです。板橋区のマンションなんですけど、もう築30年ぐらい経ってて、もう中が森になってるんですね。で、ここがレンジャーズ発祥の地なんですけども、これだけ緑がいっぱいあるところだと、造園業者頼んだらとんでもないのがあるでしょ。そこで、住民の人たちが、緑の会を作ってテーブルをしているんですけども、もう築30年ぐらいになってきているので、住民の会の方がもう高齢化してきたと。で、まあ、こんだけ立派な森になってるんだけど、もう手入れ式ないから全部切って芝生にしようかみたいな話が出てたので、そこでじゃあちょっとうちの方で手伝いに行きますということから、まあ、レンジャーズの活動を始めた感じです。で、まあ、非常に気軽に参加できるようにしてますので、こちらの何ページか後ろから開いてところにですね、まあ、まずメールで登録していただくと、保険なんかも全部こちらでかけてますので、参加費は無料なんですが、結構保険はこちらでかけてますので、毎月ですね、今週いつありますよとかっていうのはメールで流しして、で、今度、いつありますっていうのは1週間前に直前に流すので、その時にですね、申し込んでいただければ気軽に参加できるというふうになっています。ですので、まあ、なかなかですね、生物多様性保全といった時に、まあ、じゃあ具体的に何したらいいのっていうのは、個人でできる部分もたくさんあるんですけども、こういうグループに参加したりとか、グループに応援したりということもですね、まあ、一つの生物多様性の保全の活動なんじゃないかなと思っておりまして、まあ、ぜひですね、実際に体験されて、まあ、その上でご自分でいろいろ感じていただくものもあると思うんですね。で、まあ、実際ですね、作業をやってみると非常に楽しいと思う。なので、もうレジャー販売とかですね、そういう気持ちでも構いませんので、まあ、ぜひ参加していただいて、
まあ、生物多様性について考えるということをしていただければいいのかなと思います。こちらの表紙のですね、上の真ん中の写真なんですけども、これは杉並区の樫宮公園というところなんですけども、こちらの公園の方がですね、非常に生物多様性に配慮した活動をしています。で具体的には何やっているかというと、外来種を取り除くという作業をやっています。でまあ、杉並区あたりはかなり都市化もしてるんですけど、昔はずっと田んぼが広がってたような、もともとはそういうところなので、在来の生物でもたくさんいるところなんですけれども、造園会社とか、いわゆる造園業者さんに頼むと、公園の管理って機械でも一律わーっと根こそぎ立っちゃって、牛が住めるような状態じゃないというふうな管理をせざるを得ないので、ね、手間の関係で。まあ、そこを市民団体とか公園の、ボランティア会の方が、外来種だけ、除草するとか、あとアメリカザリガニですね、そういう、外来生物だけを取って分けるとか、そういうことをずっとやってると、まあ、他の地域ではなかなか見られないような貴重な生き物が、バッタの種類で残っていたりとか、本当に都市部でもちゃんと手入れをすることによって、その生物多様性ができるというのがあります。で特に里山はそうなんですけども、里山というのは人が手入れをしないと成立しない自然なんです。ほっぽっといていいのはもう原生林とかそういうものなんですけども、そういった森林というのは日本にはほとんどない状況ですので、ほとんど植林したものか、スギの木の針葉樹を植林したものか、あとはもともとは薪ですね、新担任として使ってた雑木林というのがあったんですけども、まあ、それがほとんど、使われずに荒廃しているというのが現状ですので、まあ、そこをですね、まあ、たとえそんな大したことはできないんですけども、まあ、可能な限りでですね、その地域の生物の多様性を、保全していこうというのが、まあ、お手伝いをしているという感じになります。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。今日はワンラウンド、かなりグローバルの問題から足元、命の問題から、そして、森や木や私たちの周りの自然の問題まで来たわけですけど、多少は残っているので、何かご質問とか、関連したことであれば伺いたいし、なければまた少しこちらの話がちょうど短いところでまだまだ喋らないことにしてあるので、また回したと思うんですけど、ちょっとこれだけ聞きたいという方で何かございませんでしょうか。いろんな話がありました。よろしいですか。あ、じゃあちょっと、はい、土のところは基本現地で活動しているところに応援に行ってるので、投資でやってるものってのはあまりないんですね。ただここの写真にあるように、この左上ですと鎌倉中央公園というところの、ここは全部自然農でやってるので、田んぼ、稲の苗をばらまきで、ゴミ巻いてやってるところ、それの手伝いとかをしている。で、来週って5月5日にもうここの田んぼの田うないっていう作業をします。あと他のところでは手で田んぼやってると一番大変なのは脱穀とか、脱穀の手伝いとか、そういうのでやってます。でもし1年通してどこか田んぼ関わりたいっていうところは、西村さんのところも多分田んぼやってますし、そういったところにご参加いただければいいかなと思います。はい、どうもありがとうございます。他にちょっとこの残った今聞いておきたいなと思います。ございません。そしたらちょっとまたこちらの方に戻しまして、またいただき付け出していただき、いろんなことを付け出してまたどんどん変わってたかもしれません。ワンポイントで、実際にいろんな形で、今回のトークとか、具体に活動されている方々のお話を聞くっていうことになって、いろいろと、もう本当、触りしかないわけですけど、活動の中で一番困ったこと、あるいはまだ困ったこと、あるいはこういうことが大変だったんだっていう、大変だったことと、あと、よかった、こういうことがいいことあったんだよっていう、よかったこととか、ちょっとそういうハイライトをね、一
一言ですけども、紹介していただくと、あ、こんなことなのかなっていうイメージがあると思うので、もう困ったっていう、もうどうしようもないっていう困った話と、よかった、素晴らしいことだったっていうね、ちょっと、じゃあみんなで順番に、困ったこと、いいことは聞こえます。実は、私は高尾山で、ツリーハウスを作ったりしてるんですね。でネイチャーガイドもやってます。で、あ、そうですね、困ったことっていうのはね、ガイドをしてて、で私はその命の循環の話とか、例えばリスがピュピュと出てくるわけですね、ホンドリスが。で彼らはやっぱり秋になると一生懸命こう、くるみとかどんぐりをいっぱい食べて、で、食べきれないものは後で掘り出そうとか思って埋めるんですよ。でリスがこうちょうど埋めて、で、まあ、神様がちょっとリスをおばさんに作ってくれたおかげで、冬食べるものないって探そうと思って忘れちゃうんですよ。で春になると目立ってくれるっていう、こうリスが冬を作ったり、そういう循環のことをこう見てもらいたいんですけど、結構年配のおばさんたちがもう、ずっと使う見てるんです。ガイドの時目の前にいろんな植物があって、で、季節ごとに姿形を変えて、それをこう話していったり、水の循環の話をするんですけど、その何人か今までいらっしゃったんですけど、もうどれがどの植物かっていうことを覚えたいっていうのはいいんですけど、もうずっと実物を見ないで使うばかりみたいな。で、こういう人は外に行くと、私自然好きなんですってこうやっぱり言うと思うんですよね。で、これどうしたらいいんだろう、このギャップは何なんだろうというふうに、つまり、さっき新井さんも言いましたけれども、その人、自分と自然っていうのをまあ対立してみる。で、まあ、ヨーロッパはやっぱりちょっと比較的多いんですけど、だから自分は自然を守ろうって言った時に自然を管理するっていう発想が、ヨーロッパでもそう、みんながそうじゃないですけど、いわゆる西洋的近代の考え方だと管理になっちゃうっていう、でそこをそうじゃなくて強制というふうにどう思ってたらいいのかっていうのはいろいろ困りますね。ただまあ、楽しいこと嬉しいことは一言で言うの難しいですけれども、一方で国際会議なんかに行くと、その本当に世界中の NGO が、先住民もう入り乱れて話ができる討論ですけど、すごい楽しいですね。で、世界では NGO とか、日本だと NGO ってなんか変な人なんですよ。なんか NGO とかやってるんですかみたいな、特別な人って見られるんですけど、別に国際会議ではそんなことはなくて、当然国連も重要なグループとして権利を認めていて、会議室もあり、そこで毎日ミーティングをして、今日はどういうこと、何を問題にしているかということが議論できるという、そういう経験ができるっていうのはすごい楽しいし、そのことを通じて少しでも自分の足元とそれから大きいところと両方がバラバラじゃなくて関係つけて進めていけたらなと思って、まあ、今晩も羽田から本当料理に高山市に帰ってきたら高尾山に釣りハウスを、作る、そういう活動をやってますので、ぜひご関心ある方はまず山に遊びに来てくれ、以上です。困ったことは貧乏ですね。これはもう本当にこの、まあ、10年近く、まあ、皆さんが10年以上ですけど、とにかく種取りっていうことで稲にかまけちゃうわけですよ。種をまいたらもうその稲のタイミングのこっちも一緒に動くわけで、それはもうとっても幸せな時間なんですけど、まあ公的な機関、こういう場は公的な活動だと思うんだけど、なかなか資金が出ないってことが一番困りますから。それから例えば311直後で言えば、オートレ博物館というところから10品種くらいの在来稲を、まあ、いただいて、発芽支援をしたんですけど、発電、要は停電で冷蔵庫か冷凍庫が、まあ、止まって稲が全部、種が全部死んでたみたいになります。だから冷蔵とか冷凍してて安心してらんないよと。やっぱりオンサイトで毎年毎年営みとして続けていくことが大事なんだなということを肝に銘じました。それからまあ古代稲、などを守っていらっしゃる方々がもうだいぶ高齢になられて、大体80過ぎてます。そうすると自分が持ってた、まあ、例えば200、300種類の稲の種をですね、
もうその預ける場所がなくて、最終的には自分の例えばオロナミンCとかの瓶に入れてあって、取っておいてもするわけですよ。でそれじゃまずいからちょっと送ってもらって、で預かる試験したらやっぱり全部死んでたりとか、だそういう種の受け入れ先がない、種を取ってきた人たちの知恵とか技術、そういうものを継承するようなシステムがない。これが困ったところでしょう。で逆にやっぱり種取りやったことで良かったというのは、やっぱり種と人が共存共進化していくとしてきた、で混合していくっていうその歴史の中に自分との関係を築けるっていう種との関係で、これは非常にやっぱり、ね、ちょっとやってみないとわからない世界で、あまりにも多くの人が離れてしまった。でも分かりやすいのは多分人と犬の関係ですよ。犬をすごく愛してる、犬をペットとして家族みたいにこう愛せる関係ってありますよ。でブリーディングしながらっていう関係ありますよ。でそれだと思います。それにほぼ近い自然と文化の前の子なんですよ。そういう関係を持てたっていうのはやっぱりとっても良かったし、単に常にかまけてるだけじゃなくて、やっぱりどんどんそれを言葉にしてみんなに伝えてって、種取りの幸せ、豊かさっていうのをどんどんシェアしていきたいなって思います。はい、ですね、おかげさまで、参加希望される方とかうちのフィールド来てくれっていう方はたくさんいらっしゃるんですけど、うちのフィールド来てくれっていうのはなかなかのもの、年間60回すでにやってますんで、なかなかこれ以上増やせないなっていうのがちょっと課題です。で、まあ頑張ってですね、いろんなとこ行こうとしてるんですけれども、ちょっとまあなかなかそれに応えきってないのが、まあ、ちょっと心苦しいなって思っています。で、まあやっぱり楽しいということで言うと、やはりその現場で作業してますと、まあ、全然そういうの初めてだっていう人にもですね、やっぱり現場の作業すると、やっぱこういうの楽しいねとか大事だねっていうのが、まあ、本当に分かっていただけるので、まあ、ぜひですね、そういう形で参加していく人が増えて、まあ、そういういろいろ体験してもらえれば嬉しいなと思ってます。もうだんだんあと、数分しか時間がなくなってしまっているんですが、ちょっとこの点だけを聞いておきたいなというところで、深くご覧になったことがありますか。種が大事だと思いますけども、種についてもう一つ詳しく教えてください。アメリカンだとその種の精霊みたいなことを言うわけですよ。種も実はだから人として見てるんですよね。だからその近代西洋的な主観客観はっきり分けて自然科学で客観的なものとかするんじゃなくて、もっと日本人ならではのある種アニミズム的な感性だったりいうところで種と絆をこう作っていくような関係、ちょっと愛し合っちゃう関係とか、そういう、まあ、今日はあくまでもその関係性というところで僕は、ね、お伝えしたかったので、話はそこに持っていってしまうんですけれども、関係性というところで何かあればまたお答えできるんですよ。質問がちょっと大きいな。2人のこともそうだと思うんですけれども、国際会議に行くとやっぱり先住民の、ね、方がたくさんいらっしゃってるんですよ。で彼らもすごく積極的にチェキのボリビア の翌年の時の例もそうなんですけれども意見を言ってて、今すごく言ってるのが特に生物再生の健康っていうのがね、やっぱ議題になった時に同じように先住民の方たちがその私たちはその西洋近代的な健康、つまり病気じゃないから健康っていう風に考えない。で、地球がバランスを崩してるから自分の体のバランスも崩れるという風に
彼らはよくマザーアースと言うんですけれども、そのマザーアースと私たちの体は一体というふうにして捉えているので、そういう健康の捉え方で、つまり健康の定義にそういう自分たちの考え方を入れてほしいっていうふうに、この前も準備会合があって、サブスタっていうのがあって、そこですごく発言してらっしゃったんですね。で、多分本当は日本人はそういう感覚よくわかると思うんですね。民間医療とかそういうのって身近じゃないですか。あと種取りとか、その自然とのやり取りがとても多い民族なので、私たちはそのいろんな意味でホットスポットって言われる生物多様性がとても豊かだけども、最も危機的な状況にあるっていうところが世界で34カ所選ばれていて、日本全土含まれてるんですね。でつまりすごい豊かなところだけどやばいよっていう、だからその豊かさの歴史の中で多分そういう知恵をみんながもう一回、先進民だけの問題じゃなくて、先進諸国の方法こそ、そういう伝統的な自分たちのその種取りとか、それから病に対しての考え方とか、民間医療とか薬草の知識とか、そういうものをもう一回先進諸国の私たちこそこう過去からしか学べないですからね、人間はもう一回見出すっていうことが大事なのかなと思います。だから種の問題もやっぱりそういうふうに、自分の地域で在来種ってのはどういうものが植えられてきたんだろうってところからでもいいと思うんですね。まずね、人と知り合うのに どんな人っていうようなところから入るように、いろんなものと、過去とも向き合っていくっていうことが多分今日本人はとても必要なんじゃないかなと思いました。はい、結構やります。すいません、関連者です。私明日も横浜の里山行くんですけども、もうそこは10年以上やってるんですけど、で大体里山をほっとくとですね、アズマネザサっていう笹がですね、ほっとくと3メーターぐらいにバーンってなっちゃう。そうなると日が全然地面に刺さなくなって、全然他のものが成長しなくなっちゃうっていう、そういうのがほとんどなんですね。でずっとですね、雑木林入って下草刈りしてると、刈ったところの翌年か翌々年ぐらいに眠ってた種なのか根っこなのか分かんないんですけど、出てくるんですね。あのところっていうやつとか、菌類とかそういう、だからちゃんと手入れして、いろんな植物が育つような環境を整えてあげると眠ってたものが出てきたりするんですね。だからやっぱりその人と、自然の関わりっていう意味では、そういったところが非常に大事なのかな。だからちゃんと僕もあんま植物詳しいことはないんですけども、植物の声接してると植物の声みたいなのが本当答えてくれるわけですよ。そういうことの、コミュニケーションも非常に大事なのかなと思います。時間が来てしまったんですけども、ちょっと1分ちょっと次のセッションは生物多様性から気候変動というもっと大きないろんなテーマとつながるんですけども、ちょっとつなぎも含めてですね、生物多様性の危機ということで、さっきの坂田さんからもっと伝統的な知恵っていうんでしょうか。でこれはよく基本的にこういう話の時に言えるんですけども、心と富士って自分の体の身体の心と土、大地の土で富士って比例ですね、で2って2つで、自分の身体、体と大地視点は2つではない、1つである、一緒ですっていう、こういう考え方がかなり東アジアの方にいろいろ伝統文化の中であるんですね。つまり、これはもう今のあちこちありますけど、ロマスというふうな地球の健康と自分たちの健康とこれが一緒になってるっていう、こういう新しいライフスタイル、こういう考え方がやっと私たちの合わせでの人で、その時の知らだと思うんですけど、そういうことを自覚できるような時代に来たわけですね。ただ、自覚してるだけじゃダメなんですよ。どうしてそれをちゃんと実現するかという、その手立てを考えるんじゃない、もちろんこうやって実際に、現場現場でやってるんですけど、このとこれを、社会の、あるいはもっと言ったら国や地球全体の制度、仕組みとしてそういうものを作っていかないと、そういう方向にいかないんですよ。今までもどん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 エネルギーの資源も生物多様性も出てくる、それを守るための条約としてこの生物多様性の条約がない。この後セッションありますけども、気候変動の枠組み条約で条約を作ってるわけですね。気候変動の方ももっと本の話題に来ますけど、生物多様性ってかなり危機なんです。
候変動の方は、オバマ大統領の、もうね、変わりますから、頑張って、アメリカもやるぞ、中国やるぞ、生物再生条約に関しては、アメリカ合衆国は参加していません。承認していません。何をしているかというと、ジオエンジニアリング、地球変動も、地球の気候をうまくコントロールしようという研究ですとか、生物再生バイオエンジニアリング、最近、合成生物学っていう学問がですね、つまり遺伝子の組み換えで人間の、つまりいろいろな問題、困難をテクノロジーで解決していこうという新しい研究です。そして遺伝子組み換えで私たちの食べたり、私たちが食べてるんですけども、そういうことの条約に関しては、生物再生条約という柱になっているんですね。残念ながら、そういう柱の条約がなかなか機能してない。まあ、そこで、まあ、坂田さんも一緒に熱帯しながら、つまり足元の活動と、こういうね、グローバルな活動と、そしてこの気候変動と生物再生条約、地球サミットの今、92年にできた条約の、人類がこれから新しい時代を作るための2つの重要な条約です。で、気候変動はこの後分かりますけども、生物再生条約に関しては、残念ながらあまり認識が、聞くのがなくて大変ですね。今日話ありましたけども、高さんに聞きましたけど、自分の体そのものがいろんな生き物、腸内細菌を含めていろんな生き物のバランスの中で自分の健康が保たれているんです。地球全体もそうです。でそれが今崩れ始めて、自分の健康も、ね、私たちの健康自体も崩れ始めて、地球全体のバランスで、ここをどういうふうに直していくかということが、問われているので、まあ、地球とともにね、アースデーという気持ちで参加していただいているわけですけども、ぜひその新しい可能性をいろんな形で作っていこうと。今日は生物大学生条約の話から始まって、里山から、そして種の、私たち命のことになっている種の話、こういったところから命の可能性とか、これから の私たちはどうしてかということの、方向性、これを一緒に考えていくことができたと思います。それでは、時間ですね。はい、ありがとうございました。どうも皆さん、ありがとうございました。セッションありがとうございました。